これより2022オートバックススーパー GT ラウンド4藤巻グループ富士 GT100 ラップレースオールドライバーズアピアランスを開始いたします。本日富士スピードウェイにお越しの皆様にレースに参加する全てのドライバーをご紹介していきます。それでは早速今大会に参加する41チームをご紹介してまいりましょう。カーナンバー61スバル BRZ R&D スポーツ井口拓人、山内秀樹、カーナンバー7スタディ BMW M4 荒誠治、アウグストファルフス、87バンブーエアウェイズランボルギーニ GT3 松浦浩介、坂口夏、カーナンバー6チームルマンアウディアルエト LMS 片山義明、ロベルトマルヒムタン、カーナンバー88ウェイボープライムズランボルギーニ GT3 小暮隆、元島優也、カーナンバー52埼玉トヨペットグリーンブレイブ GR スープラ GT 吉田博樹、河合コタ、カーナンバー9パシフィックホロライブナックフェラーリ木村武史、K コットリの川端慎太郎、カーナンバー2ムータレーシング GL86GT 加藤博樹、堤優衣、カーナンバー12パルソニックインパル Z 平峰和樹、ベルトラン・バケット、カーナンバー38ゼントセルモ GR スープラ立川雄二、石浦博明、カーナンバー24リアライズコーポレーションアドバン Z 佐々木大輝、平手康平、39デンソーコベルコサード GR スーパー関口優希、中山雄一、カーナンバー56リアライズ日産メカニックチャレンジ GTR 藤波清人、ジョーパウロでオリベラ、カーナンバー96ヘイチューンズ RCF GT3ニッタモリオ、高木慎一、カーナンバー3クラフトスポーツモチュール Z 千代勝正、高星光則、カーナンバー19ウェッツスポーツアドバン GR スープラ国本裕二、坂口世那、カーナンバー23モチュールオーテック Z 松田次男、ロニー・クインタレッリ、カーナンバー14エニオス X プライム GR スープラ大島和也、山下健太、カーナンバー10タラックスゲイナー GTR 富田龍一郎、大草力、塩津雄介、カーナンバー60シンティアム LM コルサ GR スープラ GT 吉本博樹、河野俊介、カーナンバー11ゲイナータナックス GTR
安田博信、石川啓司、カーナンバー37、ディーパートルス GR スープラ、サッシャ・フェネストラス、宮田リトモ、カーナンバー5、マッハ車検、エアバスター MC86 マッハ5、富林雄介、平木レジ、坪井翔、ジュリアーノ・アレジ、カーナンバー65、レオンピラミッド MG、 ガモー直也、篠原拓郎、カーナンバー30、 APR GR86GT、永井博明、森の学ぶ、平響き、カーナンバー4、グッドスマイル初音ミク MG、 谷口信輝、片岡達也、カーナンバー31、 APR GR スポーツプリウス GT、 佐賀光輝、中山由紀、カーナンバー100、サンデー NSX GT、 山本直樹、牧野忠介、カーナンバー20、シェードレーシング GR86GT、 平中克幸、清水栄次郎、カーナンバー17、アステモ NSX GT、 塚越広大、松下信春、カーナンバー22、アルキューズ AMG GT3、 和田久志、城内雅樹、カーナンバー64、モジュール NSX GT、 伊沢拓也、大津弘樹、カーナンバー50、アルナージュ MC86、 加納雅樹、坂口良平、末広武史、カーナンバー16、レッドブルモジュール無限 NSX GT、笹原右京、大湯俊樹、カーナンバー48、直方ケンジフロンティア GTR、 伊田太陽、田中裕樹、河野雅也、カーナンバー18、アップガレージ NSX GT3、 小林隆、太田格之進、カーナンバー360、ランナープリボー GTR、 青木孝之、田中敦、柴田優作、カーナンバー55、 ARTA NSX GT3、 武藤秀樹、木村より、カーナンバー244、 81GR スープラ GT、 佐藤君也、三宅敦、カーナンバー8、 ARTA NSX GT、 野尻智樹、福住美玲、ドライバーの皆さん、ありがとうございました。皆様、最後までお気に入りのドライバー、チーム、マシンの応援をよろしくお願いいたします。以上をもちまして、オールドライバーズアピアランスを終了いたします。